くぞ。いざ尋常に勝負。ゴー。4321レッツ。うちは海鮮四天王の一人、金魚の花火する。お相手するっすよ。あれれ、金魚って海に住んでたっけ。違うはずだよ。細かいことは気にしないっす。虚栄的な部分で大きく受け止めてほしいっす。うん、わかった。よし、金魚すくいならみのりに任せてね。残念ですけど痛いっす。まだ祭りは終わってないっす。やられたっす。次の相手が最後の四天王ですね。気を引き締めて参りましょう。自分たちの勝ちだ。ちゃんと見ていたか。